はじめまして、想定内皆さんこんにちは、ドクター正気です。スーパーマリオフューリーワールドやっていきましょう。よろしくお願いします。っていうわけで、ちょっとあそこの雲が気になるんだよね。あそこの雲を取ったらワンチャンこの上に見えるこの足場を通って、あそこにさ、社員が見えるんだよね。あの先になんかキラキラ光ってるあれ。あれを取れるんじゃないかって思ってちょっと今回やっていこうかなって思います。あれを取るためにはあそこのこの道なりに進めばなんかあるんかな。ヒップドロップ、オッケー。さあ遺跡のギガベル、目覚めをギガベル。ここのギガベルを目覚めさせるためには15個社員が必要。あと4つか。なかなか足りないね。さてこの木に登って、よいしょ、木に登って、なんでもって、ちょっと待ってね、こっち、よし、オッケー。でこの上のこの雲が気になってたんだよね。はい、ブワー、え、何、思ってたんとなんか全然違うとこに来た。何これ。何これ、スライダー、前回も前々回もスライダーだった気がするけど、まあやっていこうか。これはスターランか。スターランで、あ、端っこまで行ってみるか。はい、スター状態で走っていきます。これ敵を全部投げ倒せばボーナス的なやつがあったりするんかな。早速失敗していくけど、よくでしょ。スターも取れないけど、大丈夫かなこれ。大丈夫だかなこれ。落ちてない？ごめん、全然気づかんかったわ。落ちるんだ、あそこ。マジかよ。はい、ただいま。まあ、せっかく2回目の挑戦だからね。今度はね、ちゃんと敵を全部なぎ倒して進んでいきたいな。よくでしょ。ちゃんとね、この、つなぎのスターも取っていきながら、よくでしょ。これ、この辺とかもちょっと倒していきたいな。よいしょ。こいつ倒して、倒して、さあ今度こそ、はい、1234、ほいと、あぶね、よし、 OKOKOK、 落ち着いていこうか。はい、1234、 OK。 でここで12345が倒せなくて、 OKOK。 でここのスター補充で、こう、 OKOKOK。 さっきここで段差が見えなくて死んだんだったっけね。はい、これで社員ゲット、よかった、やっとゲットしたよ。東の雲の上で全て倒した。あれ？ってことはもう一つ社員が手に入るんじゃない？これ、乾燥ボーナスと、あとさ、この敵全部倒したボーナスとさ、俺の計算ではさ、二つ社員が手に入る計算なんだけど。あれ？走り切ったボーナスは実はないの？敵を全て倒したボーナスしかなかったりする？あ、ないんだ。ないんだ。そっか。じゃあまあ先に進もうか。え？でも謎が残るぞ。だとしたら。さっきのあの、一番最初にちょこっと紹介したさ、あのなんか雲の上じゃない、あの空の上に見えるパネルはどうやって行ったらよかったんだろう。さて、ここは、あ、ここはあれか、この間戦ったブンブンのとこだけど、今度はプンプンになってる。ちょっと戦ってみるか。あの、最初はもう右も左もわからんかった状態だけどね。あ、もう今ならいけるんじゃないか、これ。プンプン戦。入り口は、どこだっけ、よくしょ。これなんだろうね。これなんです、ファイヤー。うわ、まあ、ファイヤー。まあ、今はいいかな。うん。ちょっとここ気になってきたんだよな、ここ。これなんだろう、この、このコロシアムの側面に、なんか、びっくりブロック。マリオメーカーにあったびっくりブロック的な、この、いわゆる伸びるはずのブロックなんかながあったんだけど、これ進んだら、結局ここか。あれ？こうじゃなくて、なんか正面入り口みたいなのどっかになかったっけ？まあ、今はいっか。よくしょ。じゃあ、頼もう。ほい。よし。さあ、かかってこい。おっと、その前にだ。もう次はね、もう正々堂々と。正々堂々じゃないな。違う！いや、ごめん。タイトルに戻るじゃなくて、ちょっと待ってね。オプションで、クッパジュニアのお助けをオフにしたかったんだよ。ごめん、許して。よし、これで、さあ、行くぜ。ほい。かかってこい。さあ、プンプン。さあ、クッパジェニア、お前は手を出すんじゃねえぞ。正々堂々かかってこい。猫マリオ対猫プンプン。いきなり3体？ちょっと待って。プンプンってさ、一番最初はさ、2体に分身するんじゃなかったっけ？ 3 体に分身するのは聞いてないよ。3体に分身するの、うわー、聞いてないよ。ちょっと待って。でもあれだ。よく見たらマリオメーカーのプンプンと操作方法は後、夜は聞いてない。夜は聞いてないです。夜はマジで聞いてない。ちょっと待って。
クッパとさ、プンプンとさ、2体同時に相手にしないといけないのはちょっと待って、ちょっと待って、この赤い光何、4体に分身か、ちょっときついな。ほい、よし、オッケー。さあ、最後、多分これ5体に分身、6体に分身、ラン、オッケー、よし、オッケー、よし、オッケー、よっしゃ、社員ゲット。よし、しっかりここね、ここのね、コインもしっかり回収していこうか。よし、オッケー。ちょっと時間経過で消えるのか。ふぅ、オッケー、いけた。よし。はい、というわけで今回この辺で終わりにしたいと思います。動画良かったと思っていただけたら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。Twitter のフォローも待ってます。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。